いやいや、抜けてきた抜けてきた抜けてきたいや、ボールがボールが、いや、はい、最近抜けないんですよ。なあ、アスレチックスの藤浪晋太郎投手がなんと、現在5勝7敗で防御率は 9.35 なんですけれども、はい、5勝7敗でチームの勝ち頭。すごいよな、はい、で過去ここ10試合が10回と3分の2を投げて13奪三振で、防御率が 2.53 と、はい、まあ状態、まあ慣れてきたな、うん、慣れてきた、安定してきましたね。あとね、アスレチックスの各ピッチャーが、はい、ジェフ調らしいよ。もう藤浪代理らしいよ。あ、そういうこともあるんですか。まあまあそういうこともある。だから運は持ってんだよ。だからそうですね。いやでも投げてるボールはさ、160キロ超えてるからね。マックスこの前164なあ、はい、いや球速も上がってきてる。そうですよね、うん、もう知ったことかみたいな感じで投げてるよね。なんか今開き直ったのか、はい、もう何かこう習得したのか。まあやっぱり一つには、まあ、よく言われるボールになれるとか、はい、ピッチクロックになれるとか、うん、まあ、いろんなことがあったんじゃないのかなとは思うけどね。あとは気候とかね、はい、まあ、そういうことによって滑りやすくなったりだとか、はい、抜けやすくなったりだとか、よりね、うん、だからまあそういうところが克服されてきたんじゃないのかな。あとはやっぱメジャーの選手たちが、はい、こいつは危ないって思い出したかもわからんよね。こいつはこう命に関わるぞみたいな。いやそうですよね。いやいやいや本当にそれもあるんですね。だからそれを武器にしてるかもわからないし。あー逆に、うん、あのボールの質でよ、はい、ちゃんと行けばそんなにとっちらからないよ。まあとっちらからないというか打たれることはそんなにないと思うよ、はい、だからそれがやっぱまとまり出してきてるということだよな。うん、うん、まあ藤浪はいやもうお前たちが調子が悪いんだったら俺の調子なんか関係ないよみたいな、はい、俺が言ってやるみたいな、そんな感じじゃない。そうですよね、うん、だここ6試合ぐらいでは本当に2失点ぐらいしかしなくて、あと0-0-0並んでるので。そうそうそう、いやボールはいってるもん。逆に今日本にいてもこの成績は残してなかったですかね、今この時期に。残してると思うよ俺は。あ、残してると思う、うん、それはさ、でも環境の変化っていうのはすごく人間って大きいじゃない、はい、藤浪がポンと行ってさ、うん、いきなりさパフォーマンス出せるかっていうとさ、日本でも出せないのに、はい、海外ってなおさらやっぱ出しにくい環境に身を置いたわけだから出せないよね、はい、でもそれが徐々に慣れてきたりだとか、やっぱ向こうの人ってポジティブじゃない、はい、まあ、例えば重箱を包むような形で向こうの人は言わないし、はい、お前はボールに力があるんだから絶対大丈夫だって、だよってこう言い続けてくれるとさ、やっぱり人間ってその気になってくるし、はい、いやお前もうちょっとこうしないとああしないとってさ、難しいことばっかり言うとね、はい、まあ、それにとらわれて力が出せないっていうこともあるよね、うん、だから向こうの環境にだん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 合い出してるのかなっていう感じはするよね。 あと、まあ、環境プラスその向こうのバッターの傾向がやっぱり、うん、傾向は関係ない関係ない傾向ほど投げれないからそれ投げてたら大変なピッチャーなんだよそうかいや本当だよそれはじゃないそれは関係ない、もう自分の世界だから、自分の世界だただやっぱバッターとの間合いだとか、うん、そういうことに慣れてきてるっていうことは確かだよね。で少々のボールは振ってきてくれるとかさ、うん、まあ、そういうで自分自身でのデータ収集がやっぱ進んで、うん、どっかに安心感を持って投げてるんだと思う、うん、まず最初は向こうのバッターたちはパワーがあるから、うん、どんな速い球でも打ち返せるんだみたいな、そういう意識でなんか力み倒してさ、うん、もうとっちらかって、うん、おいどうしたのストライク入んねえじゃないかあいつは最初そう本当はピッチャーやってたのかみたいな、はい、もう酷評だったけどさ、だけど最近ではやっぱこのぐらいの球質でこういう組み立てになってくると、うん、相手のバッターは打てないんだなっていうのが、うん、自分の中で出来上がってきつつあるんじゃないの。確かにね、いいバッターは多いから、はい、それは簡単ではないと思うけど、でもどっかにやっぱり人間って安心感を求めないとさ、はい、やっぱできないじゃない、ストレスだけで。そうですよ ね、 ね、だからそれが多分モテるようになったんだと思うよ。あとやっぱりメジャーってアッパースイングじゃないですか、うん、でダルビッシュ投手も言ってたように低めじゃなくてこの浮き上がるボール、高め高め、あれを投げとくと振ってくれるっていう風に話してた、うん、で藤浪投手もそういう風に変えてきてるっていうことなんですか。変えてると思う。
いやたまたまに言ってるのが振ってんだいやそこまでのコントロールがあったらここまで苦しまないって日本でもそうですよね。そういうことか。ただそういう意識は大事でね、はい、もう藤浪なんかは本当にいいフォーシームって投げるから、はい、そこに投球ができてたまたまでもいいから、はい、空振り取れるとその意識が生まれるじゃない、はい、あこう追い込んで高めに行くと大体振ってくれるなっていうそういう意識の中で投げてそれが決まり出すと自信になってくるってもうその繰り返しでよくなってきてるんだと思うよ。ああそういうことなんですね。だから日本の教えっていうのはとにかく低めに投げる低めに投げるでしょ、うん、今もう考え方変わってていかに高め体に近い高めを振らすかっていうことなんだよ、はい、だからそれができてるからバウアーが日本でも簡単に勝てるわけ。 あれが低めだけに集まってるとまあもちろん多彩だよ、うん、バウアーって低めだけに集まってると日本の優秀なバッター打ち返すよ、うん、でも高めに振らされるから手こずるだけでだから藤浪もやっぱ高めを有効的に使えるようになったら、うん、今5勝7敗が7勝5敗になる逆になってくる、うん、いいと思うよ。このままいったらもう10勝しちゃうぞお前2桁なんだお前笑っちゃいけないだろ笑っちゃいけないけどいやだから当初がひどい、まあ、当初な当初めちゃくちゃだったよもう帰ってこいみたいなそうだったんですよ恥さらすなみたいなさ、はい、そんな感じだったんだけどやっぱ環境に慣れる時間も必要だし成功体験を少しでもこう繰り返しながら自信をつけていくっていうのも大切な作業だしね、はい、まあでも藤浪はよくその酷評にね、うんまあ、分からなかったんだと思うんだけど書かれてて、はい、耐えたよね。そうですね、うん、今は頼りだわ本当チームの大丈夫かアスレチックスみたいな。しかも上位球団が藤浪投手を狙っているという記事まで出てたんですけどやっぱね魅力はあるよ力があるもん力があるのとやっぱこう前で話そうという、はい、外国人って速いボールを投げるピッチャーでも前で話せるとか、はい、だからバッターのより近くで、まあ、ダルビッシュみたいにより早く見せるっていう技は持ってるよね、はいうん、ただ抜けるだけでね、うん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 、だからそういうのがこう本当に形として出来上がったとしたら藤浪は完全に10勝以上のピッチャーになる。それだけの素質はあるんだからそもそもそうですよ、ね、そりゃそうよお前ほらほうよお前お前甲子園で春夏連覇してるピッチャーだよお前なめんなよお前そうですよねそうよ阪神のエースだったんですもんねあれだけタッパーあるしさ、はい、大丈夫だよ大丈夫、まあ、大丈夫だっていうかまた崩れ去りしてるいやそれが心配ですよね、まあ、波があるのでいや波はあるピッチャーだから、はいまあ、誰でも波があるからね、うん、でも大きく波があるからそうですボールに大きく出るタイプだから分かりやすいぐらいですよね。打席に立たないか分からないじゃない見てて分かるんだからそうですねだからそれがだん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 こうね、うん、小さくなっていって、はい、え調子悪かったのかみたいな、うん、いや今日は全然ボールが行ってませんでしたかかりませんでしたみたいな言えるようになったらいいよね。そうですね、うん、でこれどういう契約になってるか分からないですけどメジャーリーグのトレード期間内にどっかとあるんですかね、まあ契約でどうなってるのか分からないですけど。いやお前勝ち頭だぞアスレチックス、まあ確かにね、うん、あのポストシーズンに出るために、はいまあ、各球団狙うかも分からないけどもコントロールに難がちょっとやっぱあるからね。とはいえまだやっぱり疑心暗鬼の部分っていうのはいやそりゃあるよそりゃ丸々は信じないよ。そうですね、うん、でも可能性は、うん見つけ出してると思うよ藤浪に対して、はい、だから可能性はあるピッチャーだなっていうね、うん、自分を高く評価できるぐらいの位置ぐらいまでにはレベル的には来てるよね。そうなんですね。でも安心したな。いやよかだって本当そうですけどこの動画で帰ってこいみたいな帰ってきて日本の球団契約してくれるかみたいなどこまで行ってましたからね。行ってたボロボロだったからもう天文学的な数字だったから防御率がいやびっくりしましたからね。なあお前いくつ取られるんだよっていうの それも自滅でね、はいうん、だけどやっぱ落ち着いてきたな。よかったですね。よかったよかった。別にフォームを変えたとかそういうわけでもまあそれはやっぱり微調整はしてるとは思うけどね、うん、まあそれは自分の感覚の中で変えてると思うよ、うん、大きく見えないよ。あそういうことなんですね、うん、まあ例えば極端な話、うんすればちょっとスリークォーターが真上から投げ出したとかそういう見え方ではなくて、はい、自分の中でタイミングの取り方だとか、うん、右足に乗せ方だとか、まあ、そういうことは
まあ、ちょっと変えてきてるのかなっていうのはあるけどね。大きく変えたらまた一から出直しなんだけど、また大変なことになっちゃう。また大変な、どちらかっちゃったですよね。そうそうそう、だからもうそのままそっとしておかないと。これね、このままにしといて、もう言えばもう夜も寝ないぐらいに覚えておかないと。寝ておきたら忘れるやついるからね。そうなんですか。本当だよ。前日ものすごいいいバッティングしててさ、おお前寝んなよって冗談で言うわけよ。わかりましたみたいな、あもうそのまま行けばもうバッチリだみたいな、うん、寝て起きて次の日の練習、うん、お前なんかあったんかって、え、何ですかって、昨日と全然違うやんかって、何考えたって、いや僕もう忘れないように寝てますよって、いやお前完全に忘れてるぞって、そういうやつがいるんだよ、やっぱり。そうなんですね。もう一からだよ。じゃあ藤波投手も寝ずにそのずっと型で、うん、もう本当だよ、型まで、あのこう解析のこうあったホームがあるじゃん、はい、その型を作っといてもらえよ。そうですね、ずっと反復練習、その型で。そうそうそう。いやでもね、ちょっとあの安心したというか、まあでも嬉しいな、はい、あのなんだかんだって言って、まあ成績もね、数字見ると悪いけども、はい、うん、でもアスレチックスの勝ち頭でね、はい、投手陣をあのなんか支えてるような、うん、まあ、そういうことも書かれてるしね、今はね、はい、うん、だから本当ほっとしたわ。そうです ね。だから5勝とは言わず今してるけども、はい、もう10勝目指してな、うん、それと負けと勝ちがひっくり返るように、そうです ね、まあ、頑張ってほしいよね。はい、はい、